宇都宮市水道今市水系第6号接合位は、栃木県宇都宮市城下内町にある、上水道施設。日光市から宇都宮市へ引かれた水道管の水圧を抑えるために、建設された6つの接合位のうちの一つで、春工当時から改築されずに残る、唯一の接合位である。接合位の上屋は、赤レンガと大谷石を組み合わせた西洋の城郭風の建築物で、 土木学会専用土木遺産や登録有形文化財として保護されている。宇都宮は米を池のべ号といい、池の井、馬場の井、陶石町の井、亀井の水、明神の井、滝の水、天女水の七つからなる宇都宮七水が選ばれるなど水資源の豊富な町であるが、宇都宮の地下水はアンモニアなど有機物を含んだ品質の良くない水であり、これら、蝶チ伏す。 石碑などの伝染病が流行し、水売りが職業として成立していた。そこで1878年には上水道不設論が起こり、1886年5月には総大25人が水道不設請願書を河内郡庁の河村伝蔵に提出した。1909年になって大谷川から取水する計画が登場するが、灌外用水の減少を恐れた。 流域住民の反対で、なかなか認可が下りず、ようやく1912年10月に、内務大臣、原隆氏から、水道付設事業認可が出された。1913年12月に起工式を行い、水道の建設工事が開始した。この工事は、上津賀郡今市町瀬川から、河内郡国家本村土祭りまでの約 27km の区間の送水管を整備するもので、 起点の瀬川には、今市水上水場が、終点の戸祭りには戸祭り排水場排水地が、設けられた。瀬川戸祭り館は、落差が、約240メートルあり、水圧を弱めるために、日光街道に沿って標高が30メートル差がある、ごとに6つの接合位が設けることになった。そのうちの6番目の接合位が、宇都宮市水道今市水系第6号接合位で、あり、 河内群富や村上家内が設置場所となった。工事は、第1区から第4区まで4箇所に分割し、第6号接合位を境に北を、第3区、南を第4区とした。第3区は1914年12月14日に、第5号接合位から第6号接合位に向けて、第4区は、同年12月23日から戸祭り排水場から、第六号接合位に向けて、 それぞれ着工し、1915年7月9日に、水道管付設工事が完工した。接合位の建設工事は、水道管工事完工後に始まり、同4年12月28日に竣工し、翌1916年3月1日より、宇都宮市内で、浄水道の供給が開始された。1949年12月26日、今市地震が発生し、 大半の節合意が倒壊する被害を受けた。しかし、第六号節合意だけは無事であった。その後、いまいち浄水場の水は、石灘排水場へ送水されるようになり、給水エリアは、宇都宮市の石灘町や笹井町など、市の北西部に変わった。また戸祭り排水場には、松田神殿浄水場から送水されることとなり、第六号節合意は役目を終えた。 今市水系の接合位は、第6号の他にも3箇所現存し、現役で稼働するものもある。接合位としての本来の役割を果たした後は、文化財として扱われることとなった。2003年選定の宇都宮百景では、宇都宮市水道局の第6接合位の名で、その一つに選定された。2005年度の土木学会選奨土木遺産に、 宇都宮市水道施設群の一つとして認定された。認定理由は、創設当時の雰囲気を現代に伝えていること、レンガ作りを基調としながら、大谷市という地場産材を用いていること、日光杉並木を背景として、地域性にも優れていることである。2006年10月18日には、日本国の登録有形文化財に登録された。 第6号接合位の基本設計は、吉原重長、工事は、西で達次郎が担当した。接合位は、標高が30メートル下がるごとに6カ所建設されたが、1949年の今一地震で大半が倒壊してしまった。このため、第1号から第5号接合位は上屋を改築しているが、第6号接合位だけは創建当時の姿を保っている。 接合位そのものはコンクリート作りで深さ2.3メートルある。上屋はレンガ作りで日光街道沿いの小高い丘の上に立ち八角形の西洋上角風の建築物である。基礎に大屋石を使い、外壁は大谷石と赤レンガを用いた幾何学的なデザインを特徴とする。壁面の境界部分は 墨石飾りと呼ばれる、長い石と短い石を交互に積む工法を採用し、装飾と補強を兼ねている。自動車利用の場合、宇都宮市街から日光街道を北上し、東北自動車道の高架橋をくぐった先に、街道の右手に現れる。周囲の日光杉並木と合わせて歴史的景観を形成する。公共交通機関利用の場合、宇都宮市街から、 日光方面行きの路線バスに乗り、下徳次郎で下車する。バスが来た道を少し戻ると、道路の左手に現れる。ありがとうございます。